この研究は県立広島大学と飲料メーカーがレモンの産地大崎上島町の住民を対象に行いました。血圧が正常値のおよそ300人を2つのグループに分けて、一方は4年間毎日レモン1個分にあたる果汁30ミリリットルを摂取しました。その結果、レモン果汁を摂取したグループは上の血圧にほとんど変化が見られなかったのに対して、摂取しなかったグループは平均で 7.8 上昇したことが分かりました。血圧が高くなるのを予防できているというふうにお考えいただければと思っております。これまでもレモンが血圧を下げる可能性を示す研究は行われてきましたが、今回は長期間にわたるより日常生活に近い状態での調査で血圧上昇の予防効果が確認されました。健康意識を高める一つの手段としてレモンがあるかなと、血圧にこう予防効果あるんだねっていうところに向いていただければと思っています。